茨城急行自動車株式会社は、東武鉄道系列で、朝日自動車グループのバス会社。社内、外とも、岩急バスの略称で呼ばれることが多い。埼玉県、千葉県、茨城県で、バス事業を営む、東武鉄道系列、朝日自動車グループの会社である。昭和25年に、内山運輸として創業。昭和38年に東武グループ入りし、 現在の社名に解消した。当初の運行エリアは、社名の通り、茨城県が中心だったが、年々埼玉県、千葉県方面へシフトし、現在では、茨城県内の下妻市、筑生市からは撤退している。路線バスの他企業送迎、前橋競輪場送迎バスの特定輸送も行っている。昭和末期の時点では、東武鉄道と、 バンドー自動車が接伴という株主構成であった。かつてイバキューでバンドーからの譲渡者が多かったのはかかる資本関係も要因であった。しかし、平成に入り東部グループ全体の資本関係を見直すこととなり、幾多の整理過程を経て、現在では東部鉄道系列のアサヒ自動車グループとしてバス事業を展開している。吉川駅発着のバス東部。 動物公園駅発着のバス現行路線北、越谷駅発着開通当初は、途中止まりの詐欺高台に公園便も存在し、東武バス越谷営業所と共同運行していた。北越谷駅、吉川駅発着北越谷駅と、吉川駅北口を直通する便は、この一往復のみである。吉川駅発着千言内駅発着平成19年4月1日に、新設された。 平成19年4月1日に、オーカードを折り返し場は廃止された。東武動物公園駅発着開設当初は、東武鉄道から譲渡された、日のブルーリボンさん、扉車を使用していたが、現在は、中型車で運行されている。増便時は、野田営業所と共同運行している、廃止路線同人福祉センタークスの基礎駅域の区間便であった、平成7年頃に廃止された。 末期の本数は、平日1往復のみであった。現行路線北越谷駅発着北越谷駅、野田市駅、あたご駅発着以上の3路線は、東武鉄道から、引き継ぎ路線で、下町経由は1往復のみである。梅里駅発着東武鉄道からの引き継ぎ路線である。野田前号住宅入り口、ショッピングセンター前では、 東武バスの菓子は13、野田梅号住宅循環と並走する。野田市駅、あたご駅発着平成3年に東武鉄道より管された路線である。それ以前も茨城急行がほぼ同一区間に路線を持っており、その当時は岩井局前発着で運行していた。平成14年に北越谷駅あたご駅、岩井車庫の通し、運行便を廃止し、すべての便が 野田市駅で分割された。現在一部便で小型車での運行が行われる。コミュニティバス廃止路線埼玉、千葉、茨城の3県をまたぐ路線であった。現在は全ての便が北越谷駅野田市駅、野田市駅、岩井車庫で分割されている。最盛期は越谷急行線の名で下館駅まで直通運行されていた東武鉄道からの引き継ぎ路線である。 平成13年に移管されて間もなく廃止された。小貝駅東口に停車している茨城急行自動車のバス現行路線平成18年2月2日の有愛記念病院移転に伴い新設。同休日運休現在の茨城バ,バスで唯一有機市へ入る路線である。平成初期までは大戦防を経て有機駅まで運行されていた。令和2年3月14日のダイヤ改正により、 東牛が谷、岡里工業団地経由を合わせて、平日2.5往復と休日3.5往復に減便された。古川営業所では、運行距離が一番長く、岡里工業団地経由よりも東牛が谷経由の方が多く運行されている。平成15年までは、佐沼を経て、下妻駅まで運行されていたが、菅山で短縮された後、 平成22年11月1日に発生台町、役場まで延伸された。平成22年11月1日に初川小菓三和庁舎間が延伸された。東牛が谷経由よりも岡里工業団地経由の方が多く運行されている。小賀市三和庁舎バス停には乗務員休憩室と乗客待合室、トイレが整備されている。廃止路線栗橋駅から、 小賀車庫へ向かう便は、埼玉、茨城、栃木の3県をまたぐ路線だった。グルリン、ゴートの統合で、平成24年3月に廃止された。もともとは、東武鉄道堺営業所が運行していた有機駅、初川堺車庫線だったが、撤退寸前に、有機駅初川小賀駅東口に、路線変更した。その後、平成初頭に、茨城急行に移管されたが、 わずか1年程度で廃止されたもともとは、東武鉄道が運行していた路線だったが、茨城急行移管後の平成15年に、菅谷下妻駅が廃止された。以上の6路線は、平成18年の友愛記念病院移転や、平成22年の小賀山は庁舎、八千代町役場延伸に伴い路線変更された、平成23年4月1日に新設された試験、運行路線で、 当初は、小賀駅東口、上辺見、岡里工業団地、大和田南、小賀山は庁舎のみ停車していた。平日の朝晩に4から5往復運行され、後に団地中央、稲宮にも停車するようになったが、平成26年3月31日に休止された。平成25年7月にオープンした道の、駅枕賀の里子がアクセスのため、 平成25年9月5日より小賀市三和町舎行のに往復が経由するようになった。平成26年3月31日に廃止された。昭和55年頃に関本中町南もろが廃止され、後に下立駅、関本中町が廃止された。また撤退間際に下立駅の乗り場が北口から南口に変更された蒸気路線が短縮された上、 北諸社高発着となったものである。上大野から南もろまでは内山街道を経由していた。昭和55年頃に廃止されている。専用の日のポンチョ、日のレインボーにが使用される。ダイソーでイバキューの一般路線車が使用されることもある。開催日に口術の専用車で運行される。小鴨も祭り開催中、イバキューの一般運用車で運行される。 途中の総合公園付近では京愛路を走行する。運賃は前払いで、小賀駅西口、小賀総合公園からの乗車だと180円、途中乗車の場合は170円となる。かつて在籍していた旧塗装車一般路線車両の塗装は白地に、屋根部分を緑色とし、茨城のロゴと三本の線が入る。イスス自動車製と日自動車製の車両で占められており、 所属車両は中型車がほとんどだが、一部小型車も配置されている。朝日一同車グループの流れで、オートマチック車がほとんどである。松伏営業所は新車で占められているが、野田営業所は半分程度を、古川営業所の過半数は松伏営業所からの移籍車である。特に古川営業所は排出ガス規制区域外のため、古参車が多い。 ナンバープレートは松市営業所が、春日部、野田営業所が、野田、古川営業所が、土浦及び、つくばである。古川営業所一般路線、ぐるりん、ゴートの共通予備者である。ありがとうございます。